皆さんこんにちは、ペスでございます。三国志 DS3 英雄バトルロードの続きですね、やってまいりましょう。では今回はこちらの南蛮制圧戦に向かいたいと思います。はい、で、メンバーね、ちょっと入れ替えていきましょう。あ、戦術持ってるね、ナントさんが結構役に立つんですよね。で、コストオーバーしてるんで削っていかないとね。で、張さんの代わりにね、今回は張さん入れます。ナントさんはこっちだね。さあこれで、ああ、これでも1オーバーしてるのか。あらら、どうしよう。張良さんの代わりに、ああ、主幹さん連れて行こうかね。これで行きましょう。はい、おうおうおお、ペソ君がのこのこと連れてあってお出ましだぞと。まったくなめられたもんだね。奴らを見てごらんよ、ドイツもふぬけ面。わはは、主君よ、それはわしのような屈強な男どもを毎日見ておるからだね。我らが何ちゅうの力を術にてふぬけ面を泣き面に変えてやろうぞと。それは見ものだねと。目録大王さんですね。うお、その他がなんだ、驚かせるなと。同種たちがみんな到着しました。それから腹をすかした猛獣たちもね。よし、さて我らに、二度と我らに歯向かえぬようにしてやれとね。はい、ど真ん中にちょっとナントさんを置いて、水軍持ってる方は、画面の左行って、引きつけましょう。あ、仕留められんかった。あらら、ああ、ここまで行けんのか。
よしよし。思わんのがあれでしたけどね。あ、そっか、戦術だから。あれ、モモカクさんどっち？あ、こっちか。ああ、そうか。ああ、なるほどね。
夢に竜がこれは貴重だ、みんなのみんな、時の声を上げるのだとね。止められんかった。撤退おお、はいね。おのり二度までもだったか。これで敵の戦術は丸分かりよ。次。ちと兵に無理をさせすぎたが。だがこのままでは負けておれるのだとね。去りたければ去るがよいぞとね。臆病者の背中はわし自ら叩き切ってやろうがなおと。さあ、これで、進行ですね。あ、待て、本当に去るやつがおるか。待てというのはね。さあ、これで、
負けた負けた、気持ちよいほどやられてしまったとね、それにペソ軍のやつらただ腕が立つだけじゃないようだねと、その後も感じたが、あの戦いぶりし、誠に強き者を人徳を備えているようだったとね、どうでしょう、こういうペソ軍を宴に、招いてみては、腕によりをかけてもてなしますよ、ひひひひ、おう、それは名案だな、こやつに任せていいものか。種類のご飯が出てくるってやつですよね。はい、ということで評価も S いただけましたね。でね、ちょっとナントさんのね、あ、だいぶ少なくなったな。いるの。まあ被害が少なかったのはね、大きかったですよね。次回どこにしようか。ここがね、まだ出ないのがちょっと気になるんですけどね。石壁効果そろそろね、あ、ちなみに紹介さんね、あんまりここでは役立たないね。これね、最初のねメンバーにでカマンさんね、ちょっと迷ってたんですけどね。ドアンさんも結構ね、今日コート速攻使えるから美味しいんですよね。では、の持ってる陣も陣形も悪くないんですよね。小賀町さんはね、コストが2の割にはね、あ、理解さんがいた。ああ。目録さんはね、4人なんですよね。猛獣使いやけどね。そしたらカマンさんの方が使えるんじゃないかっていう。ですけどね、ドアンさんは美味しいな、でも使わんやろな。放課長さんはコスト2でこれはな、申し子持ってたら申し子なしやったんですけどね。カマンさんかな。役立つんかどうかわかんないですけどね。ちょっと結構持ってるんで。
4枚いんのか。40ぐらいまで上げとかないね。まあ効果あるんかどうかわかんないけど。はい、ということで次回どうしようか。関焼きいきましょうか。そしたらあここが多分解放されると思うんですけど、まあ、ねえ、はい、ということで、また次回お楽しみにしておいてください。それではさよなら。